はい、おはようございます。松井です。今日はですね、昨日はですね、ちょっと喉の違和感を感じ、まあね、急遽蜂蜜大根作りなどしてですね、ちょっとヒーリングというか少し休憩気味の松井です。はい、で今日はね、先週土曜日に X パワー第2話を聞いてですね、1週間いろいろ実践してみて、ふと思った疑問、千里さんに聞きたいことについてお話ししていきたいと思います。でまずは、腸内洗浄についてなんですけども、腸内洗浄については、一応音声の中に出てたこうリンゴ酢プラスニンニクをミキサーで混ぜたものっていうのもやってみたんですけど、かなり我慢できなくて、もうその場で漏らして脱粉してしまいました。はい、で、まあ、コーヒーのエネマにしてもなかなか我慢ができないっていうので、何かこう我慢するコツとかがあったら教えてほしいなーなんて考えています。はい、で次にお風呂の入り方なんですけど、まあ温冷水シャワーがいいよっていうことをどっかでね耳にしたことがあるんでやってるんですけど、まあ、結構辛いので温水冷水シャワーを、まあ、交互に7回ずつ浴びるそうなんですけど、でその後に湯船でしっかり温まって、でそれから最後に冷水を浴びるっていうルーチンでもいいのでしょうか。うん、っていうことですね。まあ、あんまり気にせずずっと温まってもいいのかもしれないですけどね。はい、で次に朝のレモンライム水についてなんですけども、でなんかこれリンゴ酢でもいいっていう話を聞いたんですけど、でリンゴ酢と今は唐辛子と岩塩を混ぜたものを飲んでいます。これなんか他のとこでレモンライムと冷たい水と唐辛子と岩塩混ぜるんだよっていうのを聞いたんで、うん、それをちょっと取り入れてるんですけども、それでもいいんでしょうかっていうことですね。うんうんうん、やっぱりレモン、ライム、リンゴ酢、これ全部混ぜちゃった方が効果が高いのかどうかっていうのを知りたいですね。うん、であと僕自身ですね、まあ、何かこう少し疲れが出るのは知らないですけども、扁桃炎にかかりやすいんですけど、なんかこう注意しておくことがあるのかどうかとか、うん、そのどういうふうなことに注意しておけばそのかかりにくくなるのかっていうことを知りたいです。まあ、免疫力をどうやって高めるのかっていうことになるんですかね。うん、であとはなんかこうより深くこうぐっすりと寝る方法は何かないのかっていうことを知りたいです。はい、でね、全部で質問はそこの5つですねなります。この5つについて教えてほしいなって思います。で1週間ですね、X パワー実践してみて、まあ、体の軽さとかテンションの高さを感じてます。なんでね、仕事とかすっごくはかどるんですけども、うん、仕事とかすごいはかどるんですけども、まあ昨日ね、喉がちょっとおかしいなっていう感じになって、まああの本当に少しの違和感の状態でもう気づいたんで、あのすぐにこう対処してるんでいいとは思うんですけども、うん、体がこう元気になりすぎて逆になんかこう無理しちゃったっていうところがあります。でまあね、本当に体の軽さ、テンションの高さを感じてるんですけども、このデイリー YouTube もなんだかんだ言ってね、なんか何日目ぐらいですかね、ちょっと分かんないですけど続いてますし、結構ね、あのこの間そのはちみつ大根を作った動画とかをこう作ってね、編集して上げてみたりもしたんですけども、結構それが楽しかったりもするので、やっぱりこういうふうにこうなんかね、習慣化してコンテンツを作っていくっていうのは結構楽しいなって思ってます。やっぱりね、こう自分の情熱に合う仕事がきちんとあるっていうのは気持ちのいいかなと思いますね。やっぱりこの健康にとって一番大事なのはやりがいのある仕事とか、そのやっぱり自分が面白いと思える仕事に従事することが大事だと思いますね。うん、僕自身ですね、まああの会社員として働いてることもあったんですけども、まあわがままというか、まあ、気分屋なので、こう決まった時間に決まったところに毎日出勤とかっていうのがなかなかできなかったんですよね。っていうのもこう休みの日とかでこう仕事のリズムとかがすごいいい時は休みの日も働きたいし、逆にこうなんかね、あのすごくいきなり喉の調子が悪くなったりするので、あの体調崩しちゃうので、まあね、決まったところになんで自分はこんなに管理できないのかなっていうのを結構責めてたんですけども、まあでも、フリーランスというか自分で自由にやり始めたらね、そういう風なのの調整が効くんですごいいいと思います。本当にね、この自分のタイプとか自分のその生き方というか、その自分のタイプですね、は
はい、自分のタイプに合わない仕事をするっていうのは本当に辛いことだし、会社のためにもならないなって思うんですよね。やっぱりね、本当に自分のことをよく知って、その自分のタイプに合った仕事っていうのをやることで、まあ、かなりストレスっていうのがなくなると思います。はい、でね、まあ、そんなね、毎日出社できないような男でも、こうやってね、毎日習慣としてコンテンツを作って、こうしっかりコツコツやってるとですね、まあ、結構このしっかりブログにアクセスとかが集まってきてくれてて、まあ、本当に達成感があって嬉しいですね。やりがいを感じられます、はい、でこのデイリー YouTube があるからこそ、ね、今はこうやってちゃんとひげを剃ったり、まあ、ちょっと濃いんですけどひげを剃ったりするようになりましたし、まあ、服もねこれ今日はちょっと違う服を着てるんですけど、この洋服をいろいろと変えたりっていうのもねするようになりました。このデイリー YouTube を始める前はですね、本当にもうひげもじゃで毎日同じ服を着てて、妻からはもうねこう不老者みたいってね言われちゃって結構ショックだったんですけども、まあね、でも本当にこのデイリー YouTube のおかげで、いろいろとそのいろんな生活習慣がねいい方に変わっていってますし、あなたもね、あなたもやってくれとは言いませんけども、このデイリー YouTube のおかげで本当にその自分の人生っていうのがいい方向にいってるなと思います。で僕はですね、やっぱり自分でも社会不適合者だと本当に信じてまして、まあ自分をね、本当に責めていたなって今ふと思い出したんですね。やっぱりさっきも言いましたけども、なかなかね、休みとか、ちゃんと守れないっていうところがあってね、そんな僕がね、こうやって YouTube を上げて、何かね、価値を提供して、アクセスね、見てくれる人が集まってくるっていうのは本当にこれは、素晴らしいなって思うし、まあ、仙人さんがね教えてくれたからこういう風にやってるので、それを教えてくれた仙人さんに本当にね感謝したいなって思います。でまあね、話はかなりそれてるんですけども、まあ、昨日からね扁桃炎が怪しいので、今日はねゆっくりとお休みを取ってこういっぱい寝ようと思ってます。やっぱりその自由業フリーランスのいいところっていうのは、まあこうやってなんだろう、休みの日っていうのを自分で決めれるんですね。土日だから休むとかそういうふうなもんじゃなくて、こう、なんだろう、自分のリズムで休むことができるっていうのがいいですよね。まあ、その分責任感とか、逆に自己管理能力っていうのもね、すごく必要になってくるんですけども、まあ、僕のようなわがままで、しかも真面目な人間には向いてると思います。会社員時代はですね、さっきも説明したんですけど、休みの日にですね、まあ、仕事の、自分の状況がいいときは休みの日も働いて、結局平日にね、体調を崩して休んだりして、まあ、すごく罪悪感を感じたりしてましたので、今ね、こうやってフリーランスとしてやることは、やるっていうことで、休みの日とかなくなってるので、すごく自分でね、調整してやっていきたいと思う人なので、僕はね、少なくとも在宅企業が向いてる人だと思います。で、あなたが一体ね、どんなワークスタイルか、今どんなワークスタイルをしているかを知りませんし、まあ、あなたがどんな人生観とか価値観とかね、世界観を持っているのか知らないんですけども、まあね、本当に自分に合ったワークスタイルっていうのをですね、構築することが、やっぱり一番のね、健康の土台となると思うんですよ。やっぱりストレス感じて、あんまり好きじゃない仕事をいやいややってると、本当に辛いと思いますし、まあ、僕自身が昔ね、やっていた仕事って、っていうのもやっぱり自分には向いてなかったんだなって今考えたら思います。はいね、なんで仙人さんも言ってるように、やっぱり心の声に従う、自分が本当に打ち込めることをやっていくっていうことをね、意識することで健康っていうのを取り戻せると思います。はい、でね、今日は少し喉にまだ違和感があるので、また後で蜂蜜大根でも作ってしっかりと飲んで体を癒していきたいと思います。で、昨日、作った蜂蜜大根の作ったその映像といいますか、作った経緯もですね、ここのブログにアップしておきますので、まあ、ぜひですね、ご覧いただければと思います。はい、それでは、今日のデイリー YouTube、X パワーを実践して、ふと思ったこと、疑問に思ったこと、仙人さんに聞きたいことについて、あなたにシェアしました。今日も一日頑張ってください。チャオ。